覧車を見に下までちょっと行ってみていいですか。了解です。あ、ダイバーシティか。そう、ダイバーシティか、うん、あそこ周りの建物よりかは割と新しめの建物ですね。そうですよね、うん、あの屋上にスケートボードができるパークが1個あって。そうなんだ。そう、スケートボード。へえ。お、出てきましたよ。出てきましたね。予約しないといけないんだけど、トヨタの車が 1.5 キロか 1.6 キロのコースを2周回れるんだけど、うん、好きな車を300円で乗れる。車に乗らなくてもトヨタの車の、まあ、最新の現行のラインナップが全部展示してあって、ちょうど観覧車の下。車好きの方とかはお台場に来たらメガウェブとかもデートスポットの一つには入るかもしれないですね。ありますね。観覧車乗りに行こうとか言いつつ、その観覧車の下に現行のトヨタ車が全部並んでるんで、電気自動車とか最新のも並んでるし、なんなら予約しとけば好きな車をその時間に乗れてしまうっていうね、ところなんですよね。ゼップ東京とかもね、ところがあるですよね。車が展示したこと、車見えるかな。あ、分かる分かる分かる、ね、あ、上から見たことある。私ちゃんと、そうで、その横がゼップ。うん、ゼップ懐かしいですね。で、ここのタイムズの駐車場にみんな車止めて歩いて、観覧車乗ったりとか、お台場の先のメガウェブに行ったりとかしてますね。さあ、昼間のデート、今お台場を出発したところなんですけども、ここから多分日がどんどん落ちてきてるんで、そうですね、もうちょっとだったら暗くなっちゃうと思うんですね。なので夜編ということで。そうですね、ここから 夜は夜でまた違うね、楽しみ方がありますよね。ありますからね。まだ明るいですけど、はい、18時ぐらいなので、はい、そうですね、ディナーとかもいいですけどね。わお。そう、昼間の東京タワーもね、このままもうお台場からすぐなんで、うん、このコースいいですよね。じゃあね、そうなんです、お台場から出たら、ね、レインボーブリッジ渡って1個目の信号を左に曲がって、でまっすぐずっと来て、途中で1回右に曲がるだけで、あとはゴーストレートで東京タワー。本当だ。さあ来ました、三田一丁目の信号を超えるともうね、ここまで来るともう東京タワー目の前にバーンですね、はい、下から見上げる東京タワーはすごく好きで、ね、あ、いいですね。あきさん、実はですね、はい、東京タワーは東京タワー単体で、はい、もちろん写真撮ったりとか観光地としては最高なんですけど、東京タワーの目の前にインスタ映えできる、まあ、有名な写真スポットがあるんですけど、それ聞いたことだけある。本当？聞いたことだけあります。一回もしよかったら東京タワー今一瞬ぐるっと回ってちょっと行ってみますか。行ったことないんで行ってみたいですね、うん、車を止めて歩いていく感じになるんですけど、とか止まってて、あ、クレープ好き？クレープでできてます私。初めて聞いたけど、じゃあクレープ大好き？いや、なんだ、生クリームが好きなんですよね、うん、もうね。ここに30分500円のこの駐車場に止めて、クレープ持ってそっち行ってみましょうか。本当ですか？行きましょう行きましょう。わー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 、東京タワーよりクレープの方が上がってるじゃん。テンション上がってるじゃん。女子は分かるかもしれないですよ、気持ちが。あ、本当？本当？おつまみ、買い食いもやっぱりね、こういうドライブデートにはね、楽しいものの一つですからね。到着です。到着です。一応まだ明るいですけど、そうですね、ここから夜の部スタートということで、はい、よろしくお願いします。スタートです。あ、こっちにいっぱいあるじゃん、ディスプレイが。クレープのディスプレイかわいいね。かわいい。この有名なマリオンクレープで、マリオンクレープの、はい、こういうフルーツとかアイスが入ってる系と、あとこうちょっと野菜系もあるじゃん、うん、はい、うん、どういうものが好きですか？甘い方が好き。私ももう絶対がぜん甘い方に行っちゃいますね。ねえ、でも女の子って結構甘いものの方に行くんじゃないかな。絶対そうですよね。いろいろあるんだ。そう、クレープは多分男性より女性がね、好きですよね、うん、私は鉄板のバナナチョコクリームの、私バナナ抜きにしちゃうんですけど、もう本当にクレープの側と、そうなんです、生クリームさえあればいいと。あればいいんですもん。なんかそう言ってスペシャルオーダーできないのかな。できます。あ、本当？多分できます、うん、じゃあ好きなの頼んでください。ありがとうございます。はい、東京タワーの真下にマリオンクレープ。女子はみんなクレープが好きですよ。女子はみんなクレープが好きですよっていう風にね、入りました。いただきました。マ
リオンクレープ東京タワー店、ねえ、1位マリオンカーニバル、なかなかしますね。本当ですね、うん、マリオンカーニバルだもん、中がすごい、もう、ね、全部のせみたいなやつなんだ ね。バナナチョコブラウニー、うん、鉄板のやつ、抹茶黒蜜、ね、あ、そうなんだ、カスタードキャラメルチョコスターピザ、チョコホイップって今のか、チョコクリームかな、じゃあ、ありますチョコホイップにチョコソースがかかってるものですけど、はい、大丈夫ですか、はい、かわいい、はい、ありがとうございます、わーかー、やったー、イエーイ、イエーイ、増上寺到着しました。お寺の本殿があるんですけども、この本殿の裏に東京タワーがバーンと見えると。あ、本当だ、うん、ここね、割とね、あのインスタ映えで有名で。そうなんだ、うん、初めて知りました。そうなんです、そうなんです、こういう感じですね、こういう感じ、渋いですね。そうそう、結構ね、有名な写真でここで撮ったものもたくさんあって、うーん、この徳川家ゆかりの将軍が多分 3,4 人、お墓があるんですけど、自撮り坊超活躍してるじゃん、間違いない、ね、自撮り坊っちゃってますもん、自撮り坊っちゃってるほい、3,2,1、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、いいですね、いいですね、増上寺と東京タワーのコラボレーション、コラボレーション、いいショット、はい、何枚かちょっと東京タワーとか勝手に撮ってみたんで、あ、すごいすごいすごい、そう、ちょっとかっこよくないですか、うん、まあまあすごい、写真上手ね、やっぱりね、女の子上手ね。さあ、あきさん、増上寺に行ってる間に、はい、だいぶ少しずつ暗くなってきました、ね、暗くなってきましたね、はい、もう自撮り棒はまりまくってるね、イエーイ、のびのびはまりまくってるね、こっからね、もっと綺麗になってくるんですよ ね、 でもね、そうですね、うん、どんどん暗くなればなるほど東京タワーが光ってくるんで、ね、でも夜になってだんだん雰囲気出てきましたね、ました、うん、すごいよ、なんかパターゴルフやってるみたいになってるパターゴルフのおばさん、そう、パターゴルフみたいな、パターゴルフのおばさん、うん、東京タワーを出発しまして、はい、ちょっとだけ寄ってみていいですか、はい、ここをですね、左に入るじゃないですか、うん、するとね、うん、ここが、うん、実はですね、うん、東京タワーこうやって綺麗に見えるところなんですけど、あ、いいね、そうそう、このアングルね、結構みんな知らなくて、いや、いいね、うん、そうそう、これね、割といいんですよ、それで、うん、あそこの駐車場を見てください、なんて書いてあります、メイス財団専用って書いてありますよね、うん、はい、え、そうなの、ちょっと待ってくださいね、うん、ないないない、世界中に、はい、フリーメイソンのグランドロッジっていうのがあるんですけど、はい、イギリスが発祥なんですね、はい、フリーメイソンって、はい、目の前の鏡張りのこの建物あるじゃないですか、これね、すごい、フリーメイソンの東京のグランドロッジです、本当に、ちょっとあのこれが本当かどうか見に行きますか、じゃあ、どういうこと、ちょっとね、証明できるものがあるので、ちょっと見に行かないですか、マジですか、マジですか、うん、一瞬だけ行きましょう、これね、都市伝説が好きな女の子とかはこういうところにね、大好き、大好き、連れてきてあげてもいいかもしれないですね、大好き、これ完全にギルドフリーメイソンのマークですよね、はい、グランドロッジ、こっち来てください、扉もこういうステンドグラスがあるんですけど、うん、こっち来てもらっていいですか、これね、裏側だから裏返しなんだけど、うん、これ見えますか、やばい、ちょっと面白いでしょ、面白いね、これ絶対私の前とか大好き、本当、うん、うん、なんか都市伝説とか流行ったもんね、一回ね、流行った流行った、うん、そう、こういうのもちょっとした観光スポットの一つ、すごいすごいすごい、すごい、芳香剤を車に入れて、うん、ホワイティムスクを、ホワイティムスクを入れてそう入れて、女の子をいざ乗っけた時に、うん、はい、そうしたらこんな感じの写真が撮れますよっていう、うん、あ、いいですね、そうそう、僕たちはね、あくまでもモデルケースを今、おー、はい、皆さんに教えてあげる感じで、はい、うん、了解です、そうなんです、だからできる限り、
なんかカップルっぽく見えた方が、うん、多分見てる方としては参考になるっていう感じだと思います。でなんだかんだうだうだやってるともうだいぶ暗くなってきましたね。はい、そうですね。東京タワーを出発してもうすぐそこが、はい、六本木なので通過して、ちなみにこう左側はロシア大使館ですね。あ、そうなんだ、まだフリーメイソンに引きずってましたね。引きずってますね。写真見てたんですね。写真見てます、うん、テレビの中で見たマークが、うん、自分の携帯の中に収まっちゃったっていうね。そうね、うん、本当にそうですよね。夜の六本木を通過してギロッポンです。はい、ギロッポンです。六本木は外人の観光地バッセレブセレブ超ラブリーバブリーでした。バブリーラブリーって言っちゃいました私今まあ一応ね、そんなんでもいいと思いますけど、はい、バブリーもラブリーもインベタ踏みなんで一応この六本木通りを左へ、はい、麻布方面へ走りつつ、はい、ちょっとしたご飯屋さんにこれから向かおうと思います。楽しみ。お腹空いてます？さっきクレープ食ったけど食べれちゃうやっぱりこういうドライブには途中でご飯休憩とかも必要な人もいると思うんで、そうですね、はい、よかったらお付き合いください。ぜひ。お電話ありがとうございます。パシエンダ・デルシエロでございます。 Thank you for callingパシアンダ・デルシアロ、大変申し訳ございません。ご予約席は満席となっております。本日席のご用意も多少ございますので、もしよろしければ直接お越しください。ということですね。お電話ありがとうございました。もうね、こういう感じで激人気があるんですよ。もうちょっと早く予約しとけばよかったですね。へー、はい、もう全然分かってないでしょ覚えてないでしょ。もうあのイントネーションだけでいきましょう。はいはい、はい、デルシエロで覚えていただけると。デルシエロ、そう。でちなみにここ左側今ね、はい、駐車場になっちゃってるんだけど、はい、元オウム真理教の青山総本寺やばいじゃないですか。そうやばい場所じゃないですか。そう、これ村井さんって人が刺されて亡くなった場所。やばいですね、うん、目の前ここです。フリーメイソンの次のオウム真理教ってやばいですね。あ、やばいとこつなげてましたね今いやまあたまたまね、今ね、うん、デルシエロに向かう最中、デルシエロに向かう最中に、はい、道すがらたまたま通ってしまったんですけど最短距離だったんで当時あの事件が起きる前からもう報道陣がブワーってもうね、あ、報道トラックみたいなのがね、もうこの道両サイドブワーってね、もう無数にいましたよずっと。へえ、覚えてます。僕10代でした。そうなんだ、はい、ポルシェが止まってる。ちょいちょいポルシェに反応しますね最近友達がポルシェ買って、ああ、なるほどなるほど。女でポルシェがかっこいいなと思いながら。かっこいいな、それは。ちょっといいところに車を止めまして、はい、ちょっといいところなんですけど、まあまあ普通にね、あの代官山の T サイトってわかります？わかんないです。ツタヤとスターバックスが一緒になっている建物があって、はい、うん、それがね全国にちょこちょこっと新しくできてるんですけど、 T サイトっていう場所があって、確かね夜の19時から1時間か2時間無料なんです、うん、へえ、うん、そこに車を止めて、はい、ちょっと歩いて行ってみていいですか？了解です。めちゃめちゃ近いので代官山っぽいですね。なんかね、代官山っぽいですよね。さあここね左に入るんですけど、ここが T サイト、夜19時からファミマって書いてある。ファミマって、うん、2時間無料なんです駐車場が。あ、ここもおしゃれ。そう、ここもね全然おしゃれ、うん、どこもこうとかね食べれる感じなんで、ハワイアン料理、ファミリーマートがあって、あのツタヤ本屋さんがあって、普通の本屋さんよりかは、このツタヤとかはすごくおしゃれな本が多くて、まあでしょうね、なんかね。そうそうそう。でその奥にスターバックスもあってっていう感じで、基本的に見てもらって分かる通り、ここの駐車場は高級車ばっかりです。間違いないですね、はい。中目黒だったりとか、うんうんうん、この辺に住んでる、猿楽町に住んでるモデルさんだったりとか芸能人の方もちょこちょこね、来てるような場所です。まあ、大官山ですからね。そうですそうです、まあ都心部に住んでたら割と、うん、でも結構みんな来るんじゃないかなって場所なんですけど、この左側がツタヤで、奥がスターバックスで、これね、スターバックスでコーヒーを買って飲みながら、うん、本を好きなだけ読んでいい。へえ、まあスターバックス飲みながら、もちろん本屋さんなんで本買えるんですけど、うん、みんな図書館みたいに使ってますね。本当ですね、うん、今感じだったね。そう、座れる場所もあるし、
とてもおしゃれなスポットとして有名なティーサイト。ティーサイト。ここに車を止めて、うんうんうん、コーヒー飲みながら、うん、本を見るなり、うん、ちょっと近くで買い物して帰るなんてこともできちゃうってことですね。へー。デルシエロ。9階、10階。へぇー。こんな感じです。本当だー、すごい。ここですね。へー。ちょっと行ってみますか。行ってみましょう。じゃあ、9階を押して。ミラーになってますね。ミラーになってますね。上品なエレベーターですね。ねえ、本当に一時ね。レドコースにいいですね。美味しいご飯だ。まあまあ美味しいよ。こんな感じのところですけどどうですか、ラテンな。すごいですね。はい、ラブみたいになってますね。だからね、音も。すごい豪華。本当。うん、シャンデリアとか。こんな感じの食べ物があります。あとはワインだったりとか、まあ、アルコールのメニューなんですけど、うん、食べ物はそっちです。ちなみに今日は予約でいっぱいでしたけど、テラス席に座れるとあっち見てもらえば分かる通り東京タワーが見えたりとか、そう、東京の結構割といいスポットの方向の夜景が一望できるっていう代官山から、ね、六本木ヒルズも見えたり、港区方面が一望できるという場所です。ここでちゃんと予約してきます。はい、ありがとうございます。はい、割と値段もリーズナブルで、あ、本当だ。そうそう、食べやすいんで。本当ですね。最後こういった辛めなスパイシー、じゃあ僕トロピカルアイスティーで、じゃあまずそれでお願いします。はい、はい、ありがとうございます。これがトロピカルアイスティーで、僕がアイスティー、ノーマルアイスティーです。はい、乾杯。さあ今日はメキシカンフードナイトです。ディナーです。これがチキンキャサディーザ、でこれがバーベキューのナトス、はい、このお店はノンアルコールのカクテルとかもあるので車に乗っている人でも、楽しめると思います。美味しいおしゃれなドリンクがたくさんあります。お待たせしました。ありがとうございます。ここです。ここです。まあ、ちょろっとつまんだ感じでしたけど、そうですね、はい、美味しかったです。すごい美味しかったです。良かったです、はい、良かったです。私は逆にあれかも、初めからは全部の人とか分かってて、うん、こういう店だから、こういう店だからって言われると、あ、誰かと来たことあるのかなとか、他の女性と来たことあるのかなとか、慣れちゃってると逆にそう思ってもしますよね、うん、なるほどなるほど、うん、じゃあ、うん、この VTR を見た人は、うん、ちゃんとチャンネルゲートで知ったんだと、うん、ね、そう、誰かと C さんの動画見て知ったんだけどとか、ね、うん、知ってても知らないふりした方がいいかもしれないですね。急に女の子誘うんだったら、ああなるほどなるほど、行ってみたい店があるんだけどとかで、あんまり知りすぎてると、あれ誰かと前に来たことあるんじゃないのっていうふうに、ん、言われたら、うん、この動画を見せればいいと、ね、そうですね、そういうことですね。楽しい時間あっという間です。まあ、今日は都内編ということで、はい、都内編ということで、はい、はい、長い時間お付き合いいただきありがとうございました。こちらこそありがとうございました。どうですか今日、あの昼間編と、はい、夜編と2つやらさせていただいたんですけど、うん、合計で、はい、あのすごい楽しかったです、はい、あ、よかったです、うん、最後メキシカン締めてね、そうですね、スタッシュな感じで東京タワー行って、うん、クレープ食べてっていうのは、うん、結構女の子は好きなパターンかもしれないですね。いや好きでしょう、ね、女子は、うん、それでまあ写真を撮りつつも、うん、うん、夕ご飯を食べて、うん、都内の景色を見ながらドライブをして、まあ、新宿を通って、うん、あとはまあ好きなように好きなように、はい、大人の時間を過ごすか、ピュアな時間を過ごすかは皆様の、皆様にお任せいたしますということで、そうですね、はい、うん、ということで、この動画を見ている方はもしよかったら、都内のデートコース参考にしてみてください、はい、ください、ぜひ気をつけておかしい、いいえ、はい、帰ってください、うん、ありがとうございます、はい。
じゃあ気をつけて、はい、またご連絡します。お願いします。お疲れ様です。